じゃあ次はですね、徳山凡太郎くんのですね、ですね、桜という展示ですね。リーサやギャラリー、で展示、されております、今。ですね。で、徳山凡太郎くんはですね、まあ、目立ったところで言うと、愛知トリエンナーレ、に出まして、これ行かれた方はまあ覚えてらっしゃるとは思うんですけれども、あれですね、桜の木がぶわーっとあってですね、それに葵をつけてるっていう作品とか、あとまあ映像作品で、国家じゃない、ごめんなさい、あれはね、台湾の方だったかな、台湾の方、台湾かなんかに行って、台湾ですね、多分に行ってですね、日本の古い歌を歌っていただくような作品とかですね、まあかなり政治的な作品ですね、を作ってる、作家です。で、彼はあれですね、チンポンの後呂さんの天才、何でしたっけ、天才、すいません、忘れました、ごめんなさい 天才アートスクールみたいなやつですね、美学校でやってた、あそこの出身です。すごくナイスガイでね、なんていうかな、体もがっちりしてるんだけどね、すごいナイスガイで、人ですよ。はい、じゃあ行きましょう。テキストはこういうテキストですね。消費されるスマートナショナリズムっていうテキストを僕書きました。で、これはですね、どうしようかな。先にちょっと説明しようかな。引用したものについて2つだけ説明しますね。一つ目、ベネディクト・アンダーソン、創造の共同体。まあ、これ読まれた方も結構いるんじゃないかと思うんですけど、まあ、大変有名な本ですよね。イマジンドコミュニティでしたっけ？ですよね。いいこと言うと。ですね。で、これなんか新訳出てるんですけど、僕、旧訳しか載ってない。旧訳から引用してるんですけどね。まあいいや。ナショナリズムっていうのがどういうふうにして広まったかっていう話で、プリントキャピタリズムっていう言葉をすごく流行らせ、まあこの本では一番流行ったんですね。で、もっといろんなことをいっぱい言っていて、この美術館っていうものとか、あるいはその地図とかですね、そういうものについてもですね、ナショナリズムの関係、整理したりですね、あるいはまあ皇帝ナショナリズムとかですね、っていうふうに、まあ、上からのナショナリズムは良くないよみたいな批判なんですけど、そういう、ナショナリズムのいくつかの分類をしたりしてるんですけれども、まあ、その中でも一番有名なのは、プリントキャピタリズム、出版資本主義って日本ではまあ訳されたりしますけども、まあ、プリントキャピタリズムでいいと思うんですね。で、これはどういうことかっていうとですね、まあ、簡単でですね、ここちょっと読んでみれば分かるんですけどね、ですね、まあ、要するにね、大量印刷、まあ、明治以降っていうか、あ、それってかな、明治期の人とかって、なんか明治維新の人たちとかって、江戸の人と、薩摩の人とかがあったりしたらさ、喋れながら、ほとんど何を話してるのかよく分かんなかったっていう話聞いたことありません？嘘か本当か分かんないけど、まあ、多分本当だと思うんですね。で、今でも、田舎の言葉ってわからないじゃないですか。僕岡山出身ですけど、僕もですら岡山の田舎の言葉って、ん？ってこうなることありますからね、やっぱり。ん？っていう、単語レベルではわかんないっていうことありますから。まあそういうことってありますよね。で、なんだけど、それってもはやもう、なんていうかな、言語が違うっていうか、地域によって全然その文化やとか風習も違うし、日本って結構すごい多様な、多様にこう長い島だから、東北の方とですね、まあ、九州とか沖縄とかっていうのはやっぱりかなり文化違うし、生活スタイルも全然違いますよね。雪がすごい降るところとっていう、ずっと暖かいところ、あるいはこう火山が噴火するところ、噴火し続けてるね、そういうところとかさ、そういうのとか全然違うわけですよね。なんだけど、なぜか同じ国民だと思うわけですよね。で、それが一番大きいのは、やっぱり、まあ、ネーションステートを作るときに、いくつか、まあ、方法があるんだけど、ネーションステートっていうか、ネーションステート、国民国家の国民意識を作るときには、いくつか方法があるんだけど、
その中で、言語っていうのはすごく大きな、ものの一つなんですね。だから同じ言葉を喋ってるやつが仲間だっていうことです。まあ、それはそうですよね。それすっごこれも非常に分かりやすいでしょ。みんな同じ言葉を喋ってるから、俺たち仲間だよねっていうのは、まあ、とっても分かりやすい。特に日本の場合は、その言語圏と、国家が、ネーションステートがかなり一致しているので、すごい説得力ありますよね。で、多くの場合ですね、それはですね、プリントキャピタリズム、つまり、まあ、主には新聞ですね。新聞というものがですね、毎日来ると。毎日来るようになって、それをですね、同じ情報に接してする。だからまあこれに二重の意味がありますからね、プリントキャピタリズムって。だから言語に接すると同時にその情報に接するということですね。まあ言語と思想近いですから、で、まあそういうことですね。だから言語と思想を、情報を共有することによって、我々一つのものを共有しているんだと、少なくとも意見の違いはあってもよ。一つの情報を共有してるんだ。まあ、テレビとかも一緒ですよね。全国放送のテレビとかも。みたいなことを、イメージしてもらえればいいんだけど、それによってですね、国民意識が作られていくってことなんです。ということはですね、実はですね、これはですね、ここはまあ僕のちょっと解釈が入ってるけれども、消費っていうものと、だって、情報消費してるでしょ？新聞ってずっと貯めとかないじゃん。新聞って消費するでしょ？消費するっていうことと、その国民国家の意識を作るっていうことは、実はすごく相性がいいんですよね。何かを、つまり僕はやっぱね、情報っていうのは基本的には消費されるもんだと思うね。で、そういうことですね。ということです。がまあ一つ。で、これはプリントナショナル、あ、ごめんなさい、プリントキャピタリズムの話ね。が一つで、まあちょっと時間とかの話もしてるんだけど、まあ、これはちょっと置いといて。で、もう一つがね、国分光一郎さんが、ボードリアルの、消費社会の神話と構造、について触れているところですよね。暇と退屈の倫理学って、これすごい売れましたけどね、いい本ですよね。で、まあ、消費と浪費は違うんだっていう話をされてるわけですね。で、消費っていうのは、止まらないっていうんですよ。で、さっき言ったみたいに、消費、あ、要するに、消費っていうのは、要するに情報みたいなものですから、形がないものですね。まあ、ボードリアル記号っていうわけですけど、なんていうかな、ファッションとかもそうですよ。だから、これとかも、機能、なんか、なんていうかな、ファッションが好きな人、まあ、これでもな、いい例かな、ちょっとわかんないけど、でも、必要以上にファッションか、服を買ったりするわけでしょ。でもそれは何かしおしゃれとか、なんかこう、なんか記号をまとってるわけですね、我々ね。で、それは、無限に際限がないわけですよ。だって、あったかいから OK っていうものではないわけですよ。でしょ。で、この色も欲しいし、この色も欲しいみたいな。っていうふうに消費は際限がない。でも、浪費っていうのは、止まるって言ってるんですね、どこかで。例えばそれは食欲みたいなもんだって言ってるんですね。それは美味しいもの食べても、こういっぱい食べてもね、あるところでお腹いっぱいになるじゃないですか。限界があるでしょ。どこかによって止まるのが浪費だって、こういうふうに言ってるんですね。で、ずっと消費され続ける、あ、ごめんなさい、消費され続けるってことですね。で、僕がここから引っ張ってきたのは、ナショナリズムは、実はすごい消費されてるっていうことですね。ナショナリズムっていうものは、さっき言ったみたいに、なんていうかな、すごく今強くなってますよね。日本でもそうだけども、海外でもそうですよね。で、そうですね。で、そう。スマートフォンで皆さん SNS とか見てると思うんですけど、よく。で、SNS って基本的に母国語で見るでしょ。で、あるいは、その英語とかね、海外の言葉で見てる人もいるけどね。やっぱりあれってフローメディアなので、結局は。すごい消費していくわけですよ。で、今盛り上がってるナショナリズムっていうのは、と、
SNS っていうのはすごい相性が良くてですね、それはですね、そもそもナショナリズムと消費が相性がいいからだっていうことだと思うんですね。だと思うんです。で、まあそういうことを毒山くんの作品を見ながら感じたので、ちょっとですね、毒山くんの作品の方に入っていきたいと思うんですけれども、これがですね、国の矛という作品ですね。で、後に国の盾という作品のオマージュが出てくるんですけれども、それがメインの作品ですが、と対になる作品なんですね。で、これ桜なんですけれども、彼すごい桜を非常に、今回持ち、まあ、もちろん、てか桜っていうタイトルだからね、展覧会が。桜をモチーフにしているんですが、これ桜の木でですね、木刀を作ってるんですね。で、下はですね、まあ、生木ですね。そのものですね。で、上はですね、まあ、木刀のように、木刀屋さんに多分削ってもらったんだと思うんだけど、まあ、そういうものなんですね。で、木刀ってね、意味わかんないでしょ。でね、も、あ、で、あ、ごめんなさいね。意味わかんないっておかしいね。木刀っていうのがね、どの木刀が意味わからないかってことよ。まあ、普通にあれよ、剣道とかやる木刀っていうのは意味あると思うけど、お土産の木刀ってありますよね。あれ、すっげえ不思議ですよね。いや、いいところ、まあ、こういうところにね、目をつけるのはね、本当にね、徳山くんのね、なんていうかな、面白いところなんですけどね。なぜか修学旅行で木刀を買うやつって言いましたよね。あれ、何だったんでしょうね。っていうことなんです。で、あれはですね、まあ僕は、まあテキストで書いてるので、またこれ読んでほしいけど、まあ結局はですね、まあマイルドヤンキー的なノリでのナショナリズムの消費であるっていうふうに、まあ僕は一応書いたんだけど、まあちょっともうちょっとね、詳しく書い、あの分析した方がいいと思うけれども、まあまあいいや、だからその徳山君の作品に戻るとね、この木刀って、もともとね、徳山君は福島出身なんですけど、これ白虎隊から来てんだって。で、あの白虎隊ですね。で、白虎隊は、まあ、要するに、幕府軍の方にいたわけですね。幕府軍の方にいたんだけれども、福島ですね。で、その幕府軍の方がですね、負けたと勘違いして、少年兵たちですよね、がみんなで自害したということですね。で、それがですね、忠誠を尽くしたということで、なんて美談として語られるようになるわけですね、戦中にね。で、その白虎隊の、僕、白、白虎隊の刀、白虎隊の刀っていうものを、木刀として、お土産物にしたらどうかっていう風に、なんかね、どっかのね、普通の会社らしいですけどね、土産物の会社かなんか、それが、あ、違う、ごめんなさい、あ、もうちょっとね、ちゃんとした話があるわ。なんかね、議員かなんかだったかな、すいません、忘れました。展覧会に行ってテキストを見てくださいって、が言い出してですね、そこから、つまり、白虎隊からですね、この木刀が始まったんですよ。つまり、この木刀ってやっぱナショナリズムなんですよ。ナショナリズムのに起源があるわけ。さあ、もう一つですね、このなんで桜かっていうことなんですけどもね、彼がね、桜に注目したのはなぜかというと、まあ、ソメイヨシノってありますよね。一番よくあるソメイヨシノ。よく植えられてる桜ですね。で、桜っていうのはね、まあ、人工交配で作られてるんですけれども、結構新しくてですね、江戸時代末期ぐらいだったかな、これ調べればすぐ分かりますが、江戸時代末期ぐらいだったと思いますが、東京で作られてるんですね。池袋の辺で作られてるはずですけど、あの辺で、生まれてまして、なんていうかな、すごくこう伸びるのも早いし、こう接ぎ木みたいなこともすごいしやすかったらしいんですよ。大きくなるのも早いしっていうね。ことで、日本のシンボルになったんですね。つまりナショナリズムのシンボル、ナショナリズムですね。になりまして、ですね、実は、アジア圏ですね。日本が植民地化していた、国々に桜かなり残ってるらしくてですね、それがほとんどソメイヨシノらしいんですよ。
で、日本の美学ですよね、のその桜というものを植えていったという海外にも輸出していったということですよね。ということですね。この桜を、モチーフにしているということです。で、僕、まあもう一個ちょろっとだけ言うとですね、桜ってやっぱりものすごい僕消費的だと思うのね。花見ってあるけど、まあ今年はね、できなかったわけですけど、花見って、花別に見えてないわけじゃないし、しかもあれだって花が散ってるとこ見てるわけでしょ。だから花をね、なんていうかな、やっぱりね、でね、花見って終わることがないっていうか、花見自体は終わるよ、その1回の。でも花見って毎年繰り返されるじゃん。なんでかって言うと花もう一回咲くから。そのなんか永遠、まあなんか永遠にじゃないけど、ずっと繰り返される感じ。で、これ多分ね、花見っていう文化って多分相当なくならないと思うんだよな。なんかね、そことその裏に実はナショナリズムがあるんだっていうか、ナショナリズムと消費が隠れているっていうことを、まあ徳山君はテーマにしてるっていうことですね。はい。これはちょっと最後にしようかな。で、もう一個ね、これで見ようかな。ちょっとね、ごめんなさいね。これで見てもいいんですけどね。この辺から見ていきましょうかね。こういうふうにね、壁にね、なんかね、いっぱいね、桜みたいなのがついてるんですよ。さらにこっち。こういうふうになんか、木に桜がついてるみたいな。立体的なやつですよ。なんかちょっとオブジェみたいな。あ、で、これ、ウイローレシピってもう出ちゃってるけどね。まあ、これも分かりにくい。これにしようか。はい。これ見ましょう。これにしておきますね。これね、ウイローでできた桜なんですね。で、ウイローっていうのもですね、実はですね、ウイローって、なんだろう、砂糖とでんぷんかな？を混ぜたものの総称らしいんですよ。で、それがなんかまあ、これ、愛知トリエンナーレの時作った作品ですね。で、ウイローって、まあ別に美味しいですけど、名古屋名物っていうことになってますけど、ウイローってね、なんかね、一般名詞らしいんですよ、もともとは。ウイローっていうのは普通に使われてる名詞だったらしいんです。それはでんぷんと砂糖を混ぜたものっていうものをウイローって言ってたらしいんですよ。で、それがですね、なんでですね、今ですね、名古屋名物になってるのかっていうと、これね、東京オリンピック、1964年の時に、名物を作ろうということで、作るウイローっていうのになったらしいんですよ。ね。で、あ、ごめんなさい、そうですね、東京オリンピックに向けて新幹線が通った時か、だから、に、ウイローっていうのを発売することになるわけですね。新幹線で売れますからね、お土産が。そういうことになったらしいんですよね。で、ウイローっていうのはね、どこやもか面白い表現してるんですけどね、ウイローっていうのは純粋な概念だっていうふうに、なんかまあちょっと変わった言葉遣いでそういうふうに言ってるわけですね。僕はまあそれをちょっと解釈すると、要するにウイローっていうのは桜と同じなんだっていう感じなんですね。ウイローも桜もですね、そこに何かを詰め込めるものなんですね。要するに容器なんですね。容器。その中に何を詰め込むかっていうのは自由なんですね。じゃあ自由っていうか、まあ操作可能なんですね。で、その時に、ウイローには、まあ、名古屋名物とか、あるいはその1964年のオリンピックの、なんていうかな、まあ、国家の威信をかけたね、そういうものが、まあ、反映されたと。そういうものですね。だから、純粋概念の中に入れ込まれるという、その容器としてのウイローっていうものを、まあ、取り上げたっていうことですよね。はい。で、メインの作、あ、でね、これはね、これはちょっとね、僕よくわかんなかったんだけど、オリンピックですね、1964年のオリンピックと、今年のオリンピックの、記念硬貨ですね。これがまあ、石の中に埋まってるっていうような作品ですね。はい。で、これがもう、まあ、メインの作品ですね。これですね。で、これがですね、皆さんね、国の盾っていう作品知ってますかね？これはもうウェブサイトで検索してもいいかな？
まあ見せてもいいか。ちょっと今じゃあ出しますね。あのね、多分ね、見たことありますよ。ちょっと画像で出しますね。あの、こんなに暗くないんだけどな。あのね、小早川秀征っていう人が書いたね、作品なんですけどね、多分見たことあると思うんですね。というのがね、僕ね、どうもね、これね、あの、あれに乗ってた、あのね、あれ、あの、この広告が出ちゃって困るけど、広告は嫌ですね。もうちょっとでかくしましょう。ピュー。でかくなりすぎましたね、すいません。まあ、いっか、これで。で、これ。小早川秀征っていう人が書いた、国の盾っていう作品なんですけど、この作品へのオマージュなんですね。で、これですね、小早川秀征っていう、まあちょっと、いわくつきの作品でですね、これ、日本兵、まあ、亡くなった日本兵ですね、の頭にですね、日本国旗がかけられていて、まあ、背景が黒いんですね。で、まあ、ぼやっと見えてますけどね、これ、頭のところに本当にこう、金の輪っかみたいなのがありますよね。で、さらに実はね、これね、後ろにね、桜がいっぱい描かれてたらしいんですよ。桜。ね。だからね、これね、今見ると、ちょっとなんかこう、戦争批判的っていうか、そういう作品に見えるでしょ？なんだけど、これもともとは、ものすごいこう、美化された、詩が美化された、作品だったんですよね。で、それをですね、小早川、ただですね、この小早川秀征はですね、これは戦争画として書かれてるんですよ。いわゆる戦争画。だから、軍から発注されて書かれた作品なんですね、もともと。なんだけど、この作品ね、なんていうの、受け取り拒否されちゃったらしいんですよ。で、もともと小早川っていうのはすごい、名声のある作家でですね、まあ、京都の作家なんですけど、だから簡単に言っちゃうとですね、東の藤田嗣治、西の小早川秀征みたいな、そんな感じだったらしいんですよ。で、まあ、すごくこう、まあ、自信もあっただろうしね、なんだけど、拒否されてしまったということで、あんまり見せたくなかったみたいですね、この作品。で、まあ、結構ショックを受けてたみたいですね。で、戦後ですね、この作品が、もう一度展示したいということになった時に、その桜とその金の、この輪っかですね、を黒く塗りつぶして、出品して、で、タイトルも変わってるはずですね、国の盾というタイトルになった、そういう作品なんですね。でですね、その作品のオマージュで、毒山君はこういう作品を作っています。桜をもう一度、桜とこの金の輪っかですね、をもう一度描きまして、まあ、これはかなり日本画家の方とですね、一緒にですね、分析してですね、再現しているようですが、描いてですね、今度はですね、小早川とは逆にですね、その体の方ですね、を消したということなんですね。で、まあ僕、これちょっとね、テキストに書いてるからね、ちょっとややこしい作品、こと、話になっちゃうんですけども、ですね、戦争画の問題っていうのがあって、戦争画って、未だに日本のものではないんですよね。戦争画は、1970年までですね、アメリカにありまして、アメリカに接収されてたんですね。で、ボロボロになってたんですけども、まあ返還されるんですよ。で、返還されて、いまだにアメリカから永久貸与って言ってですね、アメリカが借りてる状況なんですね、一応ね。で、今では国立近代美術館でしょっちゅう見れますけど、昔どこにあるか全然わからないし、画像もなかったんですよ。ですよね。で、だからこそ僕、小早川のこの作品が、ある種の戦争画として機能しちゃったっていうかね。のかなっていう感じがするんですね。こう、国の盾ね。こう、予想ですよ。予想ですけどね。と思ってるんですね。で、つまりですね、僕が書いてることはちょっと、すごいこう、もうちょっと細かく正確に書いてるんだけど、
アメリカ、要するにですね、アメリカ的な消費から逃れた作品なんだっていう感じがしたわけね、僕は。つまり桜を消したでしょ、まず桜という、そのナショナリズムと消費消すわけね。で、で、国内に残ったわけですよ。国内にあるわけですね。日本国内にあると。じゃあそこに何が残ったかっていうことですよ。戦後死体だけが残ったんですね。で、その死はですね、その死はですね、記号的に消費された死ではないと思うんです。記号的な消費される死もあるんですよ。しかしながら、彼がその描きたかったというか消すことによってですね、後ろを黒くすることによって浮き上がらせたのは、その浪費された死だと思うんだな、僕。これだからボードリアル的な観点なんだけどね。つまり失われた死をもう一度取り戻すっていうかな、社会から滅菌されちゃった死を、こう、そこに死体はあったんだっていうことですよね。彼が死体を見てるかどうか知らないけどね。で、そういうことをですね、突きつけ、まあ、なんていうかな、そういうことに向き合わざるを得なかったんだと思う。で、それはね、僕、反省もあったような気がするんだな、小早川の。だからね、何重にもねじれてると思いますけど、小早川の悔しさっていうかな、その拒否されたという悔しさがあると同時に、それに向き合わなければいけないし、それに向き合、その拒否されたということに向き合うということは、日本が負けた、そこに死はあったのだということに向き合うということだったんだと思うのね。で、それによって他の戦争側はですね、アメリカに行ってですね、要するにアメリカのものにアメリカナイズされてしまったわけですね。で、今もうそれこそですね、我々がその近代美術館で、国立近代美術館で戦争画を見るときにね、のその見方っていうものがね、どうかなっていうか、まあそれに問題を突きつけてるような気がするね、この小早川の作品の問題はね。だから本当に消費しないで僕はたちはあの戦争が見れてるのかっていう問題を突きつけられてるような気がします。で、それに対してですね、その徳山凡太郎がこういうふうな作品を作ったと、黒く塗った作品を作ったっていうことですよね。だからもう一度ひっくり返そうっていうことなんですね。で、多分、だから徳山君のってやっぱ、どこにこう、落としどころがあるのかっていうのはちょっとよくわからない作品が多いんだけど、まあでもね、そこがね、そのなんていうかな、その宙吊り状態っていうものをどういうふうに読むかっていうところが、まあ彼の作品の面白さですよね。だから、まあ僕が書いたのは、この、つまり、要するにね、消費とナショナリズムもセットだっていうふうに僕は一応、論を組み立ててきた中でね、そのどちらか一方がないっていう、その選択肢はないわけですよ。つまり、消費なきナショナリズムもないし、ナショナリズムなき消費もない。現代においてはよ。の中で、彼はまあこういう政治性を打ち立てようとしてるんだよね。でもやっぱり僕はすごくナイーブに見えるし、ナイーブに見えるのね。で、僕はそのナイーブでいいと思うわけ。というか、そのナイーブさこそが芸術がやるべきことだと思うから。で、彼が提示している政治性っていうものは、僕が書いたのはやっぱりその大衆の支持を得るっていうかな、そういうものにはならないだろうっていう気がするわけです。で、しかしそれこそが芸術なので、そういうものを残していくという点においてはですね、彼の作品はやっぱりですね、もうちょっと、まあ強く評価されていいと思うし、むしろですね、逆にですね、政治性に過度に巻き込まれない状況で、評価される軸を作るという作業を、まあ僕たちがやっていかなければいけないんだなっていうふうに、というかやりたいなっていうふうに、まあ僕は思っています。そうなんだよね。ただこれはね、徳山君の考えとはすごく違うかもしれないんですよ。というか多分違うんですね。
毒山くんはもっと政治的なのかもしれない。そこはちょっとわからない。でも僕は別にそこは決別してもいいと思うので、なんていうかな、そういう感じで彼の作品をね、いろんな形でね、見続けていこうかなというふうに思ってます。結構僕作品、いろいろ見てきて、どれも刺激を受けてきたんでね、リーサやギャラリーでまだ展示してますんで、ぜひ、行ってみてください。はい。ということで、毒山凡太郎でした。質問とか。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。